はい、こんにちは。今回はね、等差かける等比パターンの数列の和の中の計算の中においてね、ちょっと分かりにくいとこがあるんだっていうような質問をいただいたんですね。今回はそれについて深く一緒に見ていきたいと思います。で、その前にね、まずこの等差かける等比パターンの数列の和についてもう一度ね、さらっと確認していきたいと思います。詳しい回答内容を見たい人はね、動画の説明欄のとこにこの等差かける等比パターンの数列の和の動画っていうのをね、載しておくんでね、まずそちらを見てください。今回はそれを見てもね、いまいちどうもちょっとすっきりせんなと、そういう人のためにある動画です。で、今回もう一度ね、さらっとだけ確認しておきますと、等差かける等比パターンの数列の和どうやって求めるかっていうと、これが初めに求める式として与えられているんですね。 S イコール1かける1たす2かける2たす3かける2の2乗たす点点点かける N かける2の N 引く1乗みたいな、これを求めろって言われた場合、僕らはこれを見て、あ、等差かける等比パターンやって気づくのが一番大事なんですね。まず前半の数列見てください。1、2、3、おそらく次は4ですよね。4、5、6で一般項は最後 N 項目は N になっていると、ということはこれは初項が1で交差が1の等差数列なんですね。そして次、後半部分を見てみてください。後半部分は1、2、2の2乗、2の3乗ってきて、2の N-2 乗、2の N-1 乗っていう風に一般項は2の N-1 乗になっていると。これは等比数列ですよね。つまり僕たちが求めたいこの和っていうのは等差かける等比パターンだなっていうことが判断できると。そしてそれが判断できたらどうするかっていうと、この等比数列の公比に注目するんですね。公比をかけてずらして引くっていうのが等差かける等比パターンの和の時のやり方でしたよね。それについてはね、先ほども申し上げました通り、詳しく知りたい人はね、その等差かける等比パターンの動画をもう一度見直してみてください。今回それを踏まえた上での動画です。だから、僕らはね、これ等差かける等比パターンで気づいたら、この公比である2っていうのをかけるんですね。ただかけるんやけれども、この S にかけるんやけれども、かけた時にこれずらして書くんですね。1かける1、こっちに2をかけて、そしたら1かける2になるんやけど、それをこっちにずらして書くとっていうのを勉強したんですね。2かける2、これに2をかけるんやけど、ずらしてこっちに書くと。3かける2の2乗、これに2をかけるんやけど、こっちに書くんやとね、っていうようなことをやったんですね。そしてこれをずらして書いたら、 n-1×2 の n-2 乗に2をかけるんで、2の n-1 乗になって、これをずらして書いたら n×2 の n 乗になるっていう風なことをやったんですね。ここまでは OK でしょうか。そしてそれから引き算をするとっていうことなんですね。そしたらここに置いてもこの 1×1 は引くもんないんで、そのまま下に降りてくると。そしてこっちは 2×2-1×2 なんでね、2でくくった2過去の 2-1 になりますよね。そしてここもそうですね。2の2乗でくくれば 3-2 になるとっていう風なことをやっていくんでしたね。そしてこの最後のとこも2の n-1 でくくった n-n-1 なんで、結局1が残るんですね。これ計算したら分かる通り1です。つまりここが全部1になるんですね、このくくった中身が。そして最後はこれ0引くこれなんで、ここがマイナスになるっていうのも注意でしたよね。よく間違えるところです。ここまで OK でしょうか。そしたら、マイナス S っていうのは、この 1×1 はそのままで、この括弧の中計算した 1×2 足す 1×2 の2乗足す点点点足す 1×2 の N-1 乗になって、そしてこれはそのまま降りてるっていう感じです。ここまで OK でしょうか。これが等差かける等比パターンの和のやり方やったんですね。で、今回いただいた質問っていうのは、こっから、この2通りの方法がある場合があるんですね。その時のことがちょっとよく意味がわからないっていう質問やったんでね、それについて一緒に見ていきたいと思います。で、今回みたいなケースでは2通りの方法が考えられるんです。どういうことかっていうと、ここに注目してみてくださいね。この最後の n×2 の n 乗はまあ置いときまして、この前半部分を見た時に、1×1 足す 1×2 足す 1×2 の2乗足す点点点足す 1×2 の n-1 乗だと。ここに注目して数列を作るっていう考え方と、この一番最初のこれですね、 1×1 もまとめて数列の和として見るやり方の2つと2通りがあるよとっていうところなんですね。まずこっちから見ていきましょう。まずこっちの場合、この緑の中に注目したら、これはどういう数列かっていうと、1×2 つまり2ですね。 1×2 の2乗つまり2の2乗です。つまりこれね、この 1× っていうのを全部省略したら、計算したら2の1乗足す2の2乗足すですね。ここ2の1乗やから、2の1乗足す2の2乗足す点点で足す2の n-1 乗と。じゃあこれってどういう数列になるかっていうと、これは初項が2ですよね。
そして公比は2やねんけど、公数なんぼですか、公数ね、これ2の1乗から2の n-1 乗までなんで、公数は n-1 ですよね。これ分かりにくければ具体例考えてみてください、ね、2の2乗までに何個ありますかというと 1,2 個ですね。 おそらく次の2の3乗までも 1,2,3 個なんで、この2の n-1 乗までに何個ありますかというと、同じ考えでいけば n-1 個ありますよね。だから公数は n-1 というふうに分かります。つまりこの緑の部分っていうのは、初項が2、公比が2、公数が n-1 の等比数列の和なので、あとは公式ですね、 r-1 分のこの等比数列の和の公式に当てはめれば計算ができるよとね。その時に公数が n-1 なんで、ここが n-1、 そして初項が2なんで、ここが2になっているっていうのが注意ですよと。つまりマイナス s は初めの1ですね、足す今計算したこれ、足すというか、まあマイナスですけれどね、このラストにあるこいつ、マイナス n×2 の n 乗になるよとね。でまあ中途半端ですけれども、計算途中まで計算すればこんな感じになるよっていうところですね。片方のやり方 OK でしょうか。でえもう片方のやり方があるよと。それは何やっていうと、この最初の 1×1 も込みで数列と見るっていう方法もあるんです。というのも、1っていうのは、これは2の0乗って書くこともできますよね。1っていうのは2の0乗って書くこともできますよね。つまりこれを 1×2 の0乗と見て、そしてさっきまでの途中からは一緒ですね、 1×2 の1乗足す 1×2 の2乗足す点点足す 1×2 の n-1 乗って見ると、こういう数列やって見ることができますよね。この前の始めも入れてと。そしたらこれはどういう数列かっていうと、初項は1ですよね、 1×2 の0乗やから。で問題は項数なんですけれども、項数は何項かっていうと、これ n 項ありますよね。だって0から数えてんねんから、 n-1 まで n 項あるじゃんと。これも分かりにくければ具体例です。ここまでね、2の1乗までに何個あるかっていうと、0と1の2項ありますよね。2の2乗までに何個あるかっていうと、0、1、2の3項あると。つまりここの上に乗ってるこのね、何乗プラス1項あるっていうことなんですね。2乗までに3項あるんやから。n-1 乗までに何項あるかっていうと、それはこれよりも1個多いプラス1した n 項あるんですね。この0を含めたと。だからこの数列っていうのは、初項が1で、項比が2で、項数が n の等比数列になると。で、わかるんですね。さっきまでとの違い、これを入れることによって初項と項数が変わってるんですね。初項と項数が変わってると。でもどっちみち、計算結果は一緒になるんです。ね。で、やってみりゃわかります。等比数列の和の公式を使えば、こういうふうに表せられますよね。公比引く1分の初項かける公比の公数乗分、公数乗引く1と。で、これ計算していけば、マイナス s っていうのがさっきと途中経過ですけれども、全く一緒になるんですね。だからどっちの計算結果でも一緒だよと。で、なんでわざわざこういう二通りの方法を紹介してるかっていうと、センターさんが、たまにこっちも入れて考えてくれよ、シグマ表記してくれよみたいな過去問が以前にあったんですね。だからこのどっちの考え方も理解しておくことっていうのが大事なんですね。基本的にはここで見ることが多いです。というのも、前を毎回毎回入れれるとは限らないんですね。今回は特別バージョンやったんです。ちょっと見てみてください。例えばこういう和を求めてくれっていうのがあったとします。 S は 3×1 足す 4×2 足す 5×2 乗足す点点点足す N 足す 2×2 の N-1 乗。これも等差×等比パターンですね。前半は3、4、5っていうふうに、初項が3で、交差が1の等差数列だと。そして一般項は N 足す2ですね。で、後半部分が1、2、2の2乗っていうふうに等比数列になってると。で、これ、ああ、等差かける等比パターンやと思ったら、公比をかけてずらして引くので、かける2して、ここにかける2してずらして書くと。ね、ずらして書くと。そしたらどうなるかっていうと、3×2、4×2 の2乗が、こうずらしてこっちになるんですよね。で、引き算したらどうなりますかっていうと、ここが一番のポイントです。ね。ここら辺はもうさっきと一緒なんで、もう省略しますけれども、ここ見てください。3足す 1×2 足す 1×2 の2乗足す点点点足すってなりますよね。じゃあ、これって、この時みたいに、こっちの数列に組み込むことってできますか？っていうとできないですよね。だって、こっちは、
諸行がね、2で、なんといっても公比が2の等比数列なのに、これいきなり3から始まってわけわからんことになりますよね。つまり何を強調したいかっていうと、普通はここは入れれなくて、入れられなくて、ここで数列を見るんです。つまりこういう考え方が一般的なんです。こっちは入れられなくて、ここで見るっていうのが多いんやけれども、たまに今回の問題みたいに、この前半部分を入れられる時もあるよと。その時はこういう風に考えることもできるよと。で、なんでわざわざこんな考え方をせなあかんかっていうと、それはセンターさんが以前に過去問でね、そういうのをここ入れたような問題も出してたことがあったんですね。やからこういう考え方もしっかりできるようにしとこうねと、っていう意味で紹介してるんですね。はい、ということでね、今回この等差かける等比パターンのこのね、こっちを数列に組み込むか組み込めへんかみたいな、そういう話について再確認しました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。もしね、わからない点などあれば遠慮なくご質問くださいませ。でね、わかったよっていう人はね、ぜひぜひ、等差かける等比パターンっていうのはすごいね、大事なところなんでね、美大見つけてノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。